ははい、えー、こんにちはジャンゴです今回は、えー、ピオ将棋ねまたやっていこうと思いますということでね、えー、レベル16ピオ65、えー、連敗中ですが6戦目、えー、やっていきましょうよろしくお願いしますさて、えー、行ってみましょううむまあ、同じような形で来まして、えー、一旦守る相手も守る えー、で先制攻撃してえー、とりあえず取りましょうであーどうしようかなここでやめてみるか一番下まで戻らずにえー、ちょっと行ってみましょうさてえー、でどうしようかなそうねー まあこっちうーんどうしようそうだなあまあこっち進めてみましょうかで取って取られて一旦追い出すかはい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 そうしたら なるほど。これ取られないようにしてちょっと行ってみますか。王様が動いてきた。そう王様をねずっとこの位置にいるとちょっと危険なことが多いのもなんとなく分かってきたので、えー、ちょっと動かしたいんだけどどうするのがいいのかなその辺よく分かってないんだよな ま、どこに動かそうという話だけど。あれか。もうちょっと前に進めてから、この辺に動かしていくのがいいのかな。どうだろうわかんないね。ま、あちょっと。うん、こんな感じで行ってみるか。お <laughs>。え、出てきた。これはどうする えーっと、そうだね。まあ、こっちに動きますか。なんか、自分の駒のせいで逃げ道が塞がれて捕まっちゃうみたいなことがありそうでちょっと怖いんだけどね。そうだなうんまあ、こういう感じで行ってみよう。うっ <laughs>。ええと、 ああ、そうか。避けるとまずいのか。いや、左に避ければまあ。ああ、左に避けるか。これ、つついたらどうすんの後ろ下がんのかなちょっとつついてみる。にやああ、そっか。これは <laughs>、えーっとね。 あ,あ、どうしよう。ちょっと待って。えー、っと、左側に逃げると、ここで裏返られるのは大丈夫。ここで裏返られるのは大丈夫。まあまあまあ大丈夫か。ちょっと逃げましょう。そうしたら、こっち前進しましょうか。あ、そっか。そういう取り方されちゃうか。 今なんか、えー、ぽでポを取るのしか考えてなかったんだけど、それはそうだよな、確かに。そしたら、まあ、ちょっと前進していこうか。お、はいおいおいお、はい。そうだねー。 もう一歩前に進んで、もう一歩前に進んで、で、それから、あー、そうね。後ろ下がられた時に、自分の駒が動きにくくなってしまう可能性があるか、どうしようかな。 これ一旦、一旦こっちか。おー、そうか。まあ、取ったら取って、え角と交換だったらいいっすよってことだね。そういうことか。あ、しかもあれか。下がるときに自分の逃げ道も用意してるという感じかな、これは。 ではこっちから行こうなるほどそういうことになるわけだねえっ、ー、と取る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 だから相手2枚にこっち3枚だからこれは一応あ無視するのねなるほどえっ、ー、とじゃあとって てみましょうかまあ、取ったところでその先がないのかこれもだから前進んで取ったら取るよでやればえー、一応角を折るかの、えー、角を折ることができる可能性があってでこれ引くのであれば取ってあー狙ってんのかなるほど。 そうかここはね、前進したところで、えー、っと、4枚で守ってあるのか、それはちょっとダメっすね。どうしようか。で、ポが置けるのはその列だけか、ちょっと良くなさそうだな。ってことは、えー、改めてまたこっち側を、あー違うな、取られちゃうのか、ほっとくと。何えー、どうしよう。 後ろ下がるかいやこれをやって何で取るか次第で変わるかな、まあ、角がね出てくる以外だったらちょっと斜めの道が塞がれるからね相手の駒でちょっと一旦つついてみるか裏返すあそっちで取るかなるほど。 あ金がいるからな一旦下がるかこっちの銀も鬱陶しいからねなるほどなるほどあでもこっちの銀にアタックして取ったら取るし取ったらまあこっち前進めるわけだしえー、っとこれで 攻撃して無視してこっちの銀を取ってきたらえー、それはそれでこっち取り返してまあ一応ありっちゃありかちょっとここつついてみよっかあそっち取るんだじゃあこっち取りましょうかで相手取り返してくるなるほどなるほどで 王様が一応守ってるんだねーそうだなーそうだねー銀貨。か。 あうんどうだろうな <laughs> ちょっとわからんけど銀か。 いやあーそうねーどうしようかなそうだねこっちかむしろ横こを、えー、素通しでね通れるようにして,おこ、えー、しておきましょうか。 まあただ取ってきてこれはでももう一発やるのかなどうなんだろうこうやってあ <laughs> えーっとああこれはどうしよう避けるか左右に避けるか後ろに下がるかまあ一旦こっちか なるほどこれじゃあ取っていきますかあ王様が、えー、隠れるじゃあこの列をちょっと突破しましょうかはあそこにポが行く。 一旦取るそこ前進してくるこれどっちで取るこっちかなちょっとこっちで取ろうか下がってきたんでもその位置に下がるんだったら裏返せるんじゃない 一回裏返しとくか。大丈夫だよね。あー、違う。ちょっと待って。角の、角の動きがあるのか。えー、っとね、ちょっと角が動い、えー、角が通ってるから、えー、どうしましょうか。あー、でも逃げないわけにもいかないか。あー、まあでも角で金取ったら、角もらえるんだから、まあやっぱこれ裏返しとくぐらいか。 ここで、えー、っと、裏返しにしましょう。それは、下がるか、バックする、バックする、まあ、バックするか、取られた、えー、取りましょう。 これでお互い、えー、手札に角がいって、それはなんだまあ、取れない取れないで、えー、後ろを塞がれているから嫌だよねって言われたら、まあ、それはその通り。えーとね、どうしようかな、じゃあ。前も進めないよね、ということなので、うん、まあ、後ろに避けるしかないか、斜めに。 ちょっとやだねあそれはそれでなんかだいぶ狭い方にやられるな追いやられるねまあ今取られるわけじゃないからそうねそうだね こいつを動かすかどうするこっちいやーいやーいや 俺もだから今銀で相手のあそうだねこれは角が来る角が来る。 ああそうか両方狙われてるのか。なんてやつだ。あれ両方狙われてたのか。く、これは、これは。いや、避けるしかないか、でも。避けますわ。 そこはえー、取っていいんだよな多分取りますか王手あーそうかそれを取ると金を取った手が大手になるよねっていうそういうそういう人だな嫌なやつだな 避けるか大<手>ね <laughs> まだやってくるあれこれどっちやってもそうか金取ると大手になっちゃうよねって言われてんのか嫌なやつだな <laughs> ああまあしょうがないっすねじゃあ横のやつ結局取りますか取る大手 そうなんだよね。そういうことを言いたいんだよね。そうだなあまあ避けるか、こいつで降りていくか、えっ、ー、と、これをぶつければ、まあ、一応強制的にどこかに逃げてもらえはするのかな。もしくはあれか、こっちでもいいのか。 ああ、ちょっと塞ぐか。ポデあれえ <laughs> えーっと、ちょっと待った。まあまあまあ。投げますが。今ので捕まってたのか。全然わかってなかった。なんてこった。シャリアピンソースハンバーグ定食。 へえ。へー <laughs> ちょ思わず見てしまった。えっとね、うん、この辺でもなんかちょっと悪いのか。まあでもそうだよね。なんか、動きにくかった気はする。あと、相手の角でね、ちょっと王様やっぱり狙われちゃうから、初めの位置にいない方がいいんだよな。いつどう動かすかが分かってないから、ちょっと。 何も、えー、できなかったけど。で、えー、っと、そうだね。この辺はどうなんだちょっと盛り返してるね。グラフ見ると。うん。あ、この辺いいの,いいのか。なんか微妙によくなった。いや、また降りてきたそうですか、そうですか。 相手の王様もねあのそんなに守れてないような気もしたからこれはねあーでもなんかグラフにえー、っとねオレンジの三角がなんかついてますねまあでも裏返せたら悪くないのかなと思ってたけどそうでもないんだねほう。おー まあ、ここで、お互いね、角を手中に収めまして、その銀がね、どうしていいか分かんなくて、そっち行ったんだけど、そう、その角が痛かったね。<laughs> そう。で、金を取りながら、王手にしようみたいな、金取る手を先手にしようみたいな、いやらしさを感じたよ、これは。で、えー、まさかのそれで、そうか、左側に逃げれないんだね。 左側に逃げれなくて取れないから、えー、それで捕まっちゃってますよということですね。まあ、直前の段階で、これどうするべきだったのあー、下がるべきだったんだ。なるほどね。え、そこあー、そういうことね。えー、馬と繋がってるから取れないのか。はい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 。 まあそれは一旦交換するしかないんじゃないでそっちに行ってもう一回殴ってほうん今のは取らないんだ厳しそうな気がするな <laughs> 厳しそうだね。だからもうやっぱすでに悪いのか、この段階では。その前のところで、えー、これもやっぱ三角か。ああ、そういうことだね。えー、最初に引いておく方が良かったと。そうすると、相手もそっちを逃げて。ああ。えー、そっち避けるの 取られちゃうよ。ああ、ま、あでもそっか。取ったら取り返せるのか。まだ。なるほどね。であれば、えー、金の方を避けておく意味はあるということか。そうですか、そうですか。お、ここはなんか、いい位置っぽいね。どっちか取るよ、みたいな。で、えー、そっち側を取って、えー、銀を取られて、まあ、 ぼぼちぼちやりましょうということかその前はこれもなんか疑問なのかあ金で取りましょうってことはあはあで、えー、取って取り返しての形でまあそこはしょうがないのか裏返されてしまうけど無視して、えー、そっち側で、えー、戦いますよと。 うん。<laughs> これもやっぱりなんかもうやっぱすでにやりにくいんだね。ここか一番はここで、えー、どうすればよかったかだよね。えっと2七の角が残ってるからそれを打たれないようにしなきゃいけないっていうこと。 あでもそっちえそれなんだやら,やらせるんだへえへえ <laughs> 分からんなうーんうーんなるほどあれあ,あそうか取られちゃうのかえ これもなんかやだね。まあ、やっぱり、もっと前の時点で、えー、この辺とかが悪いのか、これどうすんの引くのわかんないな <laughs>。そういうもんなのあまあまあまあ、撮ってくれないなら裏返して。 行って角上げちゃっていいのーいのうんんわかなね <laughs> あまあ角ぶつけ合ってまた折って、えー、交換してかこれは相手の手のおかしいっていうふうに言ってるけどまあ相手の手についてはとりあえずいいか。 うーんよくわかんないねこれはいい手だったってこと青い三角、えー、で、緑の三角出てますねあーそうだねこの後ちょっと良くなってるっぽいから、えー、いい手だったんだね今の。で、ここから悪くなってるのかなあ、だからこれ取っちゃダメだったのか。逃げなさいと言ってますね あ、まあだからここだな。形勢悪くなる前の時点の問題点というか。ただこういう、そうか。なんか取らせても王様動いたりしてる。こういうやりとりはね、なんかよくわかんないんだよね。何やってんだか。ああ。えー、っと、まあでも銀と金で交換しちゃう。まあただそっち、えー、前進して、 はいはいはい、はいうーんでもこれも金で取られるんでしょうその後どうなるんだろうよくわからんけど、えー、ここからでも形勢崩れてるからこの取った手はちょっとやめた方がよかったみたいですねまあでもそうかうんでもどうなんだ まあでも、金、銀、桂馬、角4枚、4枚で利きになってるところだから、つついちゃいかんのか。いやまあ、角以外でね、えー、取ってくれるなら、斜めが塞がるからありかなとも思ったんだけど、そうじゃなかったみたいですね。うーん、よくわからん。 はい。えー、ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。いよい